世界には三大聖人と呼ばれる立派な人がおられます。釈迦孔子キリスト三大思想家ではなく三大聖人です。思想家と聖人何が違うのかと言いますと聖人は知得が優れている理想的な人物人の模範となるような人物です。 その意味では大変立派な方々です。今時どこの国でも暦を西暦で扱います。イエス・キリスト誕生の翌年が西暦元年です。現在ではイエス・キリストの誕生が紀元前4年頃と考えられておりますし孔子や釈迦の誕生日だってさほど明確ではありませんので大体ってことでご了承ください。 イエス・キリストを基準にしましたら孔子が中国の山東省でお生まれになったのが紀元前552年です74歳で亡くなっています紀元前624年にゴータマシッダールタ釈迦がインドの北部でお生まれになり80歳で亡くなっていますこの中では一番早くからご活躍なされ そして長寿でした。何でも真似をしたがる仏教徒ですから、お釈迦様の80歳を目標に生活しております。厚生労働省による2020年の統計によれば、平均寿命、男性が81歳、女性が87歳ですから、お釈迦様の80歳を目標にする時代は終わったように思います。かたや イエスキリストが33歳か36歳くらいで亡くなっていますがこれは処刑ですから大変残念な出来事です釈迦孔子キリスト聖人は人々の尊敬を集めますやがて共感した者同士が集まります一つは仏教団体でありもう一つはキリスト教団体です 世界三大宗教の2つです。世界三大宗教については次にお話しします。世界の三大宗教を信者数の多い順番で、まず最初がキリスト教、次にイスラム教、最後が仏教です。やはりと言いますか。 教は難しいいのでで信者数が少ないですねイスラム教で信者数が20億人と言いますからキリスト教は20億人より多く仏教は20億人より少ないことになります発祥の土地で見ましたらキリスト教がイスラエルイスラム教がサウジアラビアそして仏教がインド 西アジアの中東とその隣接する南アジアですから地球規模で見ましたら結構偏った地域が三大宗教の起源ということになります時は満ち、神の国は近づいた悔い改めて福音を信ぜよイエス・キリストは神の国を説かれました預言者ムハンマドは絶対神 アッゴータマシッダーレタはこの宇宙の真理を解かれました三大宗教を大胆にも一言で言い表してしまいましたイエス・キリストの神の国に曖昧さを感じますしアッラーの啓示に強い規律強制を感じますそういう印象を受けましたが本当はどうなのでしょうか もう少し調べ直せばいいのですが、そこまで魅力がありません。キリスト教とイスラム教が神を崇めております。仏教にも、それぞれの土地の文化の影響で神が登場することがありますが、格別、崇める対象ではありません。キリスト教とイスラム教は、神を永遠、不滅なものとして捉えますが、仏教では、 全てのものは現れては消えていくと捉えていますので仏教の神もまた消滅していくことになります。ゴータマシッダールタお釈迦様が説かれたのはこの宇宙の真理です。ここが肝だというところを次にお話ししていきます。その前にこの図をご紹介します。 日本での宗教法人数を円グラフにしたものです日本国内における宗教法人数は多い順に神道系が84,444法人で46.9%仏教系が76,887法人で42.7% 教教がが法法人人でででキリスト教系が47 47法人でです信者数は多い順に。神道系が8792万4087人で48.5%。 仏教系が8397万1139人で46.4%諸教が733万5572人で4.0%キリスト教系が191万5294人で1.1%ですこうやって並べてみますと日本の土着の信仰である神道系が一番多く トライの早い仏教系が2番目に支持を得ていることがわかります。意外だったのは、キリスト教系が4番で諸教が3番だったことです。諸教と言いますのは、イスラム教、ヒンドゥー教、ユダヤ教等々ですね。戦前、宗教といえば、神道、仏教、キリスト教の3つだけでしたが、戦後、 宗教法人が届け出制になった時ドアーと一挙に増えたという経緯があり諸教の教団にはこうした新宗教の教団が多いのですということが文化庁の宗教年間に載っていますここで行政側の許認可制度について少しお話しします例えば銀行業を経営したい場合 金融庁で免許をもらう必要があります銀行業は内閣総理大臣の免許を受けたものでなければ営むことができません銀行法の第4条です申請があったからといって免許が下りるものではありませんちなみにソフトバンクという会社がありますがバンクと呼んでも銀行ではありませんそして運転免許証は その故障にもかかわらず免許ではなく許可です宗教法人の場合は許認可制度の中では届出さえすれば受理されるという簡単な部類ですですから届出る側の旧統一教会がキリスト教ですと主張すればそれが通ることになります宗教法人には所有不動産や所得等々に対してほとんどが免税でありますから 経済活動をする人々にとって大変魅力的な法人です。また宗教には寄付とかお布施とかいう個人からの記者喜んで在庫を差し出す教えがありますのでこれまた大変魅力的な集金システムが出来上がります。騙されないでくださいというしかないのですがどんなに建物が立派でありましても潔服のいい姿で現れようが。 多くの人に囲まれていようが、政治家が賛同していようが、一時的に親身にされようが、気持ちのいいことを言われようが、甘い言葉で誘われようが、何者にも騙されないでください。お釈迦様の本当の教え、この宇宙の真理がわかるようになれば、何者にも騙されないようになります。その代わり、お釈迦様の教えは少し難しいです。 仏教と言いますのは、お釈迦様という仏様の教えだから仏教ですね。そのまんまです。それで、お釈迦様が何を教えられたのかです。ズバリ言います。真理を話されたのです。そうです。真理です。わかりますでしょうか 突然、真理がわかりますか？と尋ねられて、はいと答える人はなかなかいないと思います。真理とは何か？やはり説明が必要です。真理と言いますのは、真実のわり、道理のことです。真実と言いますのは、まことの事実のことです。では。 事実に誠も偽りもあるのかということですがどのように思われますか修行を続けたことでこういうことが一発でわかるようになりました事実は事実でありまして事実に誠とか偽りとか良い事実とか悪い事実とかそういう人間の価値判断が 事実にはついておりません「今日は一つだけ良いことをしよう」「一日一善ですね」「一度は経験が終わりだと思います」「一日一善なんですから良い行いのことに決まっていそうですが行いには善悪がついてないというのが正しい見方です」「奇妙なことを言い出しましたよ」 一日一禅は、良い行いではない。そうかといって、悪い行いでもない。はてさて、これは初っ端から難しいですね。悟りですから、やはり難しいんです。一日一禅なんていうのは、単に道徳なんです。それでは、なぜ、真の事実、真理などという呼び方をするのでしょうか。 事実のみを直視しなさい。妄想してはいけません。こうしたご先輩方の老婆心が、事実を真理と呼ばせたのでしょう。うるさいと言いますか。まあ、本当はありがたいことです。ここで関連するエピソードをご紹介します。詳しいことは、関連書籍を読んでいただくとして、ポイントを押さえてお話しします。 峠で江ノ浦ンジが明星座に追いつかれたとき、明星座が言った。威発が欲しくて追ってきたのではない。どうか教えてください。江ノ浦ンジが答えた。良いことを思わず、悪いことをも思わない。その時のあなたの本来の面目がどこにありますか。すると明星座が悟られた。 こういうエピソードです。江ノゼン寺が示された。良いことを思わず、悪いことをも思わない。ここです。良いことを思わず、悪いことをも思わなければ、どうなりますか。どうなるのかは、各自で確かめていただくしかないんですが。また、後で実践していただくとして。事実を、そのまま見なさい。 事実をそのまま聞きなさい。そういうことを江ノ湯善治が指し示されたのです。もっと言えば、良い悪いを付け加えずに、事実をありのままにご覧なさいということです。事実をありのままにお聞きなさいということです。良いとか悪いとかは人間の価値判断なんですね。さっきも出てきました。 良い行いい行だと思っているかもしれれませんんがそれはそはのの人の考えなんです炎天下で暑くて大変だろうと思って草に水をたっぷりやったらはがかれた根腐れしたってことがありますその草にしたら良い行いどころかえらい迷惑なんですよね江ノンジが人の認識そのものについて示しておりますけれども 話せば長くなるので、割愛させてもらいますが、興味がありましたら、目、耳、鼻、舌、耳を観察してください。好き、嫌いも同じです。好き嫌いを付け加えずに、事実を、ありのままに見る、ありのままに聞く。事実は事実。妄想してはいけません。事実を事実として見ること聞くことができれば。 そこが悟りです。一挙に悟りまで来ましたね。ところで、真理にはいろいろあります。代表的かつ、最も重要と考えられるのが、すべてのものは現れては消えていく。諸行、無常の真理です。これだけ分かっていれば、 あとはおいおい分かってくるというほどパワーのある真理です。弱い八十年、お釈迦様が最後に言い残されました。中村め先生の翻訳をそのまま朗読します。さあ、修行僧たちよ。お前たちに告げよう。もろもろの事象は過ぎ去るものである。怠けることなく修行を完成なさい。 もろもろの事象は過ぎ去るものであるすべてのものは現れては消えていく諸行無常の真理ですねお釈迦様最後の言葉が諸行無常の真理でしたのでこの真理がいかに重要か伺い知ることができます時々無常情,情けがないと謝って読む人がおられます これは大間違いです。確かに親しい人が亡くなったら、悲しい情けない虚しい気分になってきますけれども、そういう個人の感情とは関係ございません。事実に、人間の感情はついておりません、ということを前回お話ししました。すべてのものは、現れては消えていく、というだけのことなんです。亡くなりましたら、現れては、 消えていったというだけのことなんですというだけのことなんですさらっと言ってますけどこういう境地に達することができるかどうかで妄想している人と悟っている人の差が出てきます妄想している場合多くの人がそうですずっと苦しみ続けるのです もう一つ重要な真理がありますそれはすべてのものには実体というものがない処方無我の真理ですすべてのものが現れては消えていくからこそ実体がないわけですねまあこういうことは頭で理屈をこねるより空を見上げて雲でもご覧になれば分かりやすいです 雲のどこを探しても永遠に不滅、そういうものがありません。実体がないんですね。ですから、仏の道を歩む人は仮に雲と呼んでおります。仮にというところがキーワードです。これはなんとなくわかりますでしょう。誰でもわかった気になるので、自分のことを観察してみましょうか。 俺とか私とか言ってる自我のことです。まさかこれが妄想だなんて誰も思ってもいないことですが、妄想なんです。そんなのはあなたの妄想です。面と向かってそう言われたら、今の自分が否定されたようで嫌な気分になりますでしょう。だから誰も認めたがらないんです。そんなのは、 あなた個人の考えですよ。面と向かってそう言われたら、今度は、自尊心が傷ついて怒り出します。だから、仏教聞き方しと個人が言われたんですね。しかし、言われた本人は、何を指摘されたのかが、本当のところよくわかっておらず、雰囲気で勝手に感情的になっているだけです。日本人は、 論理的というよりは感情的な傾向が強いような印象を受けます座談会や掲示板でよく見かける風景ですお釈迦様がお示しになられたのは自我なんて実体がありませんよあなたの妄想ですよ妄想の自我に引きずり回されたら一生苦しむことになりますよとまあ生まれてこの方 自分というものはこういう人間だと思い込んでいますからねなかなか妄想から抜け出せないんですではどうすれば妄想から抜け出せるのか親にも友達にも話せないこの苦しみから抜け出せるのかそのことを次にお話ししますどうやったら この苦しみから抜け出せるのか親にも友達にも言えない悩み苦しみというものがあろうかと思いますどこからその悩み苦しみが来るのでしょうかズバリ言えば妄想なんです考えが過ぎると妄想になりますそれでどうやったらこの苦しみから抜け出せるのかってことなんですが 考えすぎないことだなと分かっただけでも解決しますあるあるなのがやけ食いとかやけ酒ですねその点カラオケスポーツは健康的な解決法なのでおすすめです世間のノウハウものというのはだいたいこの程度ですいずれも確かに解決するのですが一晩か二三日一週間も経ったらまたぶり返してきます この苦しみから抜け出す根本的な方法は、真理を自ら発見し自覚すること。これしかありません。真理とは何かについてはすでにお話ししましたので、どうやって真理を見つけるのかについてお話しします。大切なことなので、もう一度言います。真理を自ら発見し自覚することです。知識を積み重ねてもダメなんです。 ここを押さえていない多くの人が、物典や注釈書を読みあさりますけれども、結局おしゃべりが上手になっただけで何も売ることができずに悩み続けています。自らが発見しないことには解決にならないということを頭に置いといてください。自らが真理を発見する方法として、山岳修行、滝業度胸、 座禅、瞑想といったものがあります。どれを重視するかで、仏教に、宗派というものができてきますが、いずれをやるにしても、自己を観察していくという態度がなければ、真理を発見することができません。外を見回せばよいように思うかもしれませんが、実際はその逆です。自分というこのものは、一体何者なのか。例えば、 山を歩くときに一挙手一投足を観察します。滝に打たれるときに打たれている頭と肩を観察します。度胸をする手と声を観察します。座禅、瞑想をしているときの呼吸を観察します。こうやってその時その時の自分の体と心を観察していきます。このことがすべてではありませんが重要なことです。 座禅の詳しいことは、後ほどお話しします。修行を続けるうちに、自我が妄想だった、とわかるようになります。自らが発見し自覚しましたら。悟りです。簡単にお話ししましたけれども、根性で悟れる人はわずかです。自己流でやっていたのでは。 何十回生まれ変わり死に変わっても悟れません。こう言うと悟った人の多い少ないに気がいきますが人間の自我がいかにしつこいかということをお話ししています。人間の自我などと遠回しに言いましたがあなたのことです。どのようなことでも自分のこととして受け止めないことには。 根性で悟ることなど夢のまた夢ということになります。これはこれで、修行者が内政的になりがちです。新たな問題が生じるのですが、今日のところはこの辺にいたします。旧来、仏教といえば、教論を理解して注釈を加える、学者のようなことをするものだと受け止められていました。それじゃあダメだろうということで、 実践を重視する人たちが出てきました禅宗の起こりです一つは黙々と座らせる禅であり相当宗が引き継いでいますもう一つは難題を与える禅であり臨済宗が引き継いでいますすると臨済宗では座禅をしないのかといえばちゃんと座禅をするんですね共通の修行方法として座禅があります では、座禅というものが何か。これはただ座るだけなんです。ただ座るだけと聞いただけでは、皆さん、満足しないでしょう。座禅の座が座ることで、座禅の禅が禅な、ディアーナ、座って静かに考えること。座って静かに考えたら何も考えない方が良かったという結論に至ります。そもそも、 座禅というものは、などと詳しく交釈すれば、とてもありがたいような気持ちになって、喜んでいただけますが、これでは、先に出てきた、学者の道ですね。ただ座るだけのことに、あれこれ意味をつけ出したらおしまいです。ただ座るだけのことなんです。ところが、実際にやってみると、これがなかなかできません。座り方が、どうのこうの、 指導する方も座る方も小さなことに一生懸命です。といえば叱られるかもしれませんが、ただ単に座ればいいんです。大切なことは、ただ座るの、ただというところです。ただ座るんです。他のことを考えずに、座るときは座るということが、ただ座るということです。バカバカしいくらい簡単な道理でしょう。 小学生でもわかります。でも、できないんです。それはですね、これ、これが生きているからです。生きているということは、あれこれ考えるんです。手足体が動くんです。そこのところを、最初は、ちょっと無理をして動かないようにします。体も心も、動かないでいます。これが、ただ座るということです。 かっこよく言えばたざとも言います自らの意思で座り座ることをやり抜くこういうトレーニングを積んでいくことで日常の生活においても自分で自分を律することができるようになります仏法らしい表現をすれば妄想の雲が晴れて真実の事故が見えてくるということになります 悟りと言いますのは、真理を自らが発見し自覚することであります。ところが、従来の教団では、必ずしもこのように明快ではありません。あれが大後、大きな悟りだとか、これが、小後、小さい悟りだとか言って、必ずしも論理的ではありません。ああだこうだと、学者が論理を展開しますが、 かって清水をかき回すすようなものです一般人に至っては、受け売りばかりで、泥水をかき回すような話ばかりです。指導者についてなければ示されることがないのですから、悟りが何なのか、明快でないのは当然といえば当然です。老師に指示していないお前が言うかって叱られそうですが、天然の下道です。 宣家がされた後も山田無門老師に参じ続けましたので天然の下道ではありません禅は京下別伝です悟りというものは実にはっきりしています抱えている問題が何もないという状態に至りますもはや学ぶものがないとかあとは遊ぶだけだとか人によって いろいろな表現をいたしますけれども、突き詰めれば、真理を自らが発見し自覚したということになります。このように、悟りというものが明快でありますので、悟った人は、おのずと真理に生きるようになります。諸行、無常の真実に生きるようになります。諸法、無我の真実に生きるようになります。 簡単に言えば、妄想しない生活ですね。あるがまま、とか言ったりもします。悟ったらわかりますが、悟らなくてもわかりますが、一日24時間、一年365日、真実に生きること、それはそれは容易なことではありません。悟ったとはいえ、どこかに隙があるものです。ご先輩方が、 周期だとか癖だとか言って周囲を喚起しておりますので老婆心この上ありません悟った後のことを心配してくださっていますこれほど親切なご先輩方がいるのは前週くらいではないでしょうか本当にありがたいものです悟りに基づいた生活をかっこよく言えば正体徴用午後の修行なんですがこれまた 地味な道ですね悟る前の修行の期間と悟った後の正体徴用の期間結局人格を形成し続けていることになりますさらにお釈迦様ほどの大人格者になるためには最後の最後までということになりますよく聞く話に修行はいつまでするのかというのがあります これがその答えです。ええ、そうすると、仏法、善は人格形成ってことですか。そのように思われたかもしれませんが、そのように受け止めていただいてよいのではないでしょうか。そうすると、善は宗教じゃないってことですか。そのように思われたかもしれませんが、 教えに服従するのが宗教だとしたら、仏教は、盲目的に従うのではなく、教えが本当かどうか、自らが再現していきますので、その意味では、宗教ではないということになります。人間、71年もやっておりましたら、あっちこっちがポンコツになっていますので、まあボケる前にと思って、 仏法のことをお話ししましまた概略分かっていただけましたでしょうか。仏法は正直難しいので、苦しみから逃れる方法があった、助かる方法があった、そのことだけを覚えていただければ、途中のことは、お忘れになられて結構です。とはいえ、お聞きになられているうちに、いくつかの疑問が湧いたと思います。死んだらどうなりますか 呂とか輪廻は本当にあるのですかまず死ということについて死とは何か京都の妙神寺の解散寛山恵源禅寺がこのように返答されたことがあります恵源がシャリに生じなしここには生まれるとか死ぬとかそういうものはありませんよと生じの問題を解決に来たのに ないと言われて、その層が大いに面食らったと思います。しかし、これが、永遠善寺の偽らざる境界です。永遠善寺に限らず、善者、善の道を歩む者は、独特の時空間を持っています。今ここ。今というのは時、時間ですね。ここというのは場所ですね。時と場所を区別せずに、 今ここです。前者、善の道を歩む者にとっては今ここしかありません。真理というのは事実のことだと申しました。その事実を直視しますと今ここしかありません。朝飯を食べたかもしれませんが、それはすでに過去のことです。晩飯をまだ食べていませんが、それは 到来来していないな未来のことですある、とかろうじて言えるのは、今ここ、このくらい危ういといいますか、瞬間瞬間変化している世界に住んでいます。すべてのものは現れては消えていく、諸行無常ですね。過去は事実じゃないんです。そういうことがあったかなってくらいの人間の記憶なんです。 記憶を事実だと思って行動すると危ないことになります。例えば昨日会社で上司にバカ野郎って言われたとします。それを思い出してクソをバカにしやがって〇〇してやるなどとやってると苦しみが始まります。今ここにバカ野郎はないんですわざわざ思い出して妄想して苦しむ必要がどこにありますか 未来と言ったったて同じなんです未来は事実ではありません今ここにはないことをああでもないこうでもないと妄想を膨らませて楽しんでいるうちはいいんですがやがて先々が見通せないことにやきもき苛立ってきます自我というものが永遠にあると思っていますから死を考えれば考えるほど怖くなります自我というものがあると思い込んでいます これが第一の妄想です将来の死をあれこで考えています将来は今ここにないものですないものをあれこで詮索していますこれが第二の妄想です死を恐れている状態っていうのはこのように二つの妄想が絡み合っています昔は良かったなぁと懐かしんでみても戻ってきません 死んだ先に極楽があるさ、と夢を託したところでやってくるわけではありません。あると、かろうじて言えるのは、今ここだけなんです。今ここだけなんですから、生きているとか死ぬるとかが問題にならないんです。これが、えげんがしゃりに、生じなし、の意味です。過去は今じゃないので、生まれるということがない。 未来は今じゃないので死ぬるということもないこのように理解してこれはなんとなくわかったんじゃないかと思いますそういうことだったのかわかったぞって人のために本当にわかったのかどうか宿題を出しておきます公園に行ったらサギとカメが池の小岩の上にいました家に帰ったとします カメがいますかここの視聴者様はかかなりレベルがが高いいです詐欺と亀がいますとまの考案がすぐに分かった人も少なくないと思いますがエゲンゼンジが言われたことはもっともっと深いのです「生じなし」の「生なし」と言いますのは「今生きているということもない」という意味です 今を生きるなどとよく聞きますが、今すら生きておりません。過去というものはない、未来というものもない、今すらないんだ、というのですから、もうお手上げでしょう。話せば話すほど、遠くなります。これは、境下、別伝言葉では伝えきれない、老子から弟子に伝える悟りの境外です。悟りというのは、本当に深いです。 ポン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 ン難しいことが出てきますが気になさらないでください一度死んでからまた戻ってきて報告した人に出会ったことがありませんので死んだらどうなりますか心配するだけ無駄です疲れるだけです要は死を恐れる必要はありません安心してください次はゴートリンネです 多くの人が仏典と注釈書を読めば仏法がわかる何でもわかると思い込んでいます剛と輪廻の下りに来てこれまで積み上げた知識が役立たずにここでイライラすることになりますしかし考えても見てください仏典と注釈書を読んだくらいで仏法がわかると思い込んでいる自分って修行もろくにやらずに お釈迦様と一緒に並べるのですから傲慢じゃありませんか不尊じゃありませんか傲慢だったな尊敬が足りなかったなとここで反省ができましたら人格が向上いたしますこの動画の当初の副題が大人格者への道でしたお釈迦様ほどの大人格者になって初めて見えてくるものがありますそれが ゴーヤリンネの話ですですから郷や輪廻が今の自分にわからないからといって気にやむ必要はありません今の自分はまだその域に達していないというわけなんですまだその域に達していないのにあるとかないとかどうもよくわからなくなったとか挙句の果てにお釈迦様は嘘を言っているんじゃないのかとかそういうことを思う人が 必ず出てきます学者の道を歩んでいる人にありがちな誤りです知識では決して届かない世界です学者になろうとするのではなく仏弟子になられて仏道を歩んでいただきたいと思います 偉そうなことを語りましたが自身を振り返れば大変無駄な在家修行でしたそれでも50年以上座禅を続けてきたことになりますそれで結局何を学び何を得たのか苦しみから離れた安穏の生活ができるようになったことにつきます